今日の特別セッションは、10周年ということでいろいろ運営員の間でも、企画をしまして、今回の特にですね、この後登壇していただきますけども、今年から運営員に加わっていただきました首都大学東京の渡辺先生と、私東京大学支援対策セットの方でですね、いくつか案を考えまして、今回のホスト 4G 東京、のテーマはですね、アーカイブということでもありますので、アーカイブ×ホスト 4G ということでですね、特別セッションをこれから1時間半、開催したいと思います。よろしくお願いします。で、ホスト 4G と、古地図、それから今日、テーマにしたアーカイブといえばですね、今日いろいろ、気象講演会ご発表もありましたけれども、歴史をいくつか振り返ってみると、やっぱり、岩崎さん率いるですね、農業環境技術研究所の、歴史的農業環境閲覧システム、これはジオサーバーであったり、GWS タイルズであったり、まあ、まさにホスト 4G を、かなり駆使してですね、作られたサイトとして、過去にもですね、たくさん紹介をされていました、こういう経緯がありますし、それから、この後、渡辺先生にもご紹介いただきますが、これは、長崎アーカイブ2009年だったと思いますけれども、当初は、Google Earth で作られていましたが、もう皆さんご存知のように今セジュームでですね、完全に動いているということで、これもホスト 4G のプロダクトをですね、かなりがっつり使っていただいたケース。それから、ちょっと手前味噌ではありますけれども、私がですね、前職の立命館大学で、作ったですね、京都市名細図、インターフェースは Google Maps API とかを使ってるんですが、タイル、にしたときにですね、これはタイル、マップタイラーというですね、GWS タイルズを元にしたオープンソースプロダクトがありまして、それを使ってですね、京都市名細図、今日は火災保険のファイアインシュラスマップという話もありましたけれども、そういった、コンテンツを作ってきた、こういった形でですね、過去に、ホスト 4G とですね、アーカイブといった、アーカイブとか地図といった場合も、いくつか、そういったプロジェクトというのが立ち上がってきました。で、先ほどの松江のプロジェクトのですね、まさにこれから始まるプロジェクトもあるということになります。で、アーカイブというのはですね、もうこれ今日来ていただいている皆さん、よくご存知だと思いますけれども、定義としてはですね、保存だけではなくて、ここに書いてある活用であったり、それから未来に伝達すること、つまりこれ単に残しておくだけではなくて、これからどうアーカイブを使っていくか、そういった視点でもやっぱり考えていかなきゃいけないということで、今日、そういった視点からもですね、ぜひ議論をしていきたいと思っています。それからアーカイブとかですね、いろいろこう考えていく中で、思考を重ねていくとですね、実はジャック・デリダーですね、1995年に、名著のアーカイブ、日本でアーカイブの病というふうにですね、2000年に訳された、著書がありますけれども、この中でもですね、やっぱり、こう下のところに書かれておりますように、アーカイブの問いというのはその過去の問い、ではないということで、それは未来の問いであり、未来そのものの問いであり、明日に対する対応、約束、責任、応答可能性というふうに、ちょっと日本語的には難しくなりますが、の問いであるというふうに、未来に向かってどう活用されるか、あるいはどう伝えていけるかというところが、やはり重要になってくるんじゃないかというふうに思います。で、今日、マルシオさんの気象講演でもですね、いくつか、先進的なプロジェクト、プロダクトを紹介いただきましたけれども、ニューヨークシティの、スペースタイム、ディレクトリーで Future of New York City's Past ということで、過去、現在、そして未来につなぐというですね、まさにそういったプロジェクトの紹介をしていただきました。で、そういう意味でですね、今日、これから、こういったアーカイブのプロジェクトをですね、日本国内で、ね、進めていらっしゃる3人のですね、先進的な取り組みについて紹介をしていただきたいと思っていますけれども、それを受けて、後半のディスカッションでですね、じゃあ未来の社会が私たち、今日はホスト 4G の、カンファレンスがありますので、ホスト 4G であったり、そういったコミュニティに求めていること、それを、議論できればというふうに思っています。で、今日、これから、では3件のですね、まず、事例紹介をしていただきたいと思いますけれども、お一人目はですね、国立情報学研究所コンテンツ科学研究系の北本先生からですね、メモリーグラフで記憶を重ねる新しい写真術によるアーカイブ活動の可能性ということで、北本先生、皆さんもご存知のように非常にたくさんのですね、アーカイブプロジェクト並びにこういったですね、コミュニティ活動も進めておられます。そういった事例から、最新のメモリーグラフというですね、アプリケーションについてのお話をしていただく予定です。
そして、2人目、今日ですね、北海道の森町から4時間かけてですね、来ていただきました、北海道森町役場、総務課情報管理係、並びにハウモリ運営されています山形さんからですね、記録の記憶、自走車写真を活用した地域歴史さんのアーカイブということで、2件目ご発表いただきたいと思います。そして、3件目、もうこれは皆さんご存知だと思いますけども、首都大学のシステムデザイン学部の渡辺先生から 多元的デジタルアーカイブスと記憶のコミュニティということで、ご紹介をいただきます。以上ですね、3件の、ご発表、それぞれ、15分から20分ぐらい、ご発表を聞いていただいた上で、後半、時間の許す限りではありますけども、ディスカッションしていきたいと思います。で、ディスカッションについてはですね、実は、事前に、一度運営委員とですね、今日パネラーとして加わっていただくメンバーとで少し議論を重ねまして、ハックパッドに、今日ちょっとですね、クエスチョンをいくつか並べております。で、アドレスはビットリーの、東京ハイフンアーカイブというですね、サイトを叩いていただくと、今日のですね、メモが、ご覧になれますので、よろしければご覧いただきたいですし、今日はちょっと時間の関係で取り上げられないかとは思いますけども、質問とかですね、ちょっと、みんなの前で聞くのは恥ずかしいけどみたいなところあればですね、ぜひご記入いただければというふうに思います。で、もちろん時間足りないと思いますので、足りない場合はみんな大好き懇親会、この後、5時半からありますので、ぜひ、一緒にですね、交流含められればと思います。ということで、私とですね、渡辺先生の前振りは、以上になりまして、早速じゃあ北本先生から、事例発表いただきたいというふうに思います。どうも、はじめまして、北海道森町から来た山形と言います。簡単にですね、私の自己紹介をさせていただきたいと思っています。結構緊張してますですね、森町役場で総務課情報管理係というところでですね、電算系の担当をやってます。森町で生まれて森町で育ってですね、北海道森高等学校をですね、平成10年卒業後、そのまま森町役場へ報職しています。今はですね、森町から一度も出たことがないというですね、自称ミスター森町ということを今打っています。でちょっとだけですね、森町の紹介したいんですけど、函館からですね、北に1時間程度で、札幌から南に4時間、さらにですね、東京からわずか4時間半、このくらいでですね、森町に来ることができています。美しい景色とですね、森町といえばイカ飯ですよね。あとうまい魚介、新鮮な野菜、あと今日ですね、ここに来るときにですね、これホテルに忘れてきて走り込みに行ったんですよ。これありますんで、ぜひ皆さん食べてみてください。でもですね、いつもこうおすすめがまとめられなくていつも困るんですよ、私ね。なんで何でもいつもうまいんだよ、これ。本当にうまいと思います。詳しくはですね、現地に来ていただくか、ふるさと納税、そちらの方でですね、やっていただければいいかなと思ってます。で今日3つですね、記録の記憶とは何か、アーカイブするわけ、記録と記憶の共有化、この3点でですね、お話ししていきたいと思っています。まず記録の記憶とは何か。記録の記憶とはですね、現在と過去の写真、現在と過去をですね、写真により交差させる、今日もですね、いろんな方の説明あったと思うんですけど、似たようなものです。こういう感じですよね。ちなみにこれですね、イカ飯スナック忘れたおかげで先ほど急に撮影できたものでですね、先ほど急にこういう感じでですね、NYPA っていう感じで、今みたいな写真をですね、マッピングしていく、OSM にですね、マッピングしてるんですけども、こういう感じでマッピングしていってます。で写真だけじゃなくてですね、ローカルウィキの情報だとか、こういうものもですね、今マッピングしていっています。残された記憶があるということをですね、記憶し続けること、これのコンセプトがですね、記録が残されていても記録があるということをですね、記憶していなければ記録はただの紙になってしまうと。だから記録を記憶し続けなければならない、そういうコンセプトで今やっています。これですね、あるきっかけから始めました。どんなきっかけか。悪い先輩がですね、俺たちに言うけど何かやっちゃってもいいのよと、こういう話があったんで、
人心一新というですねイベントを打ちました。これですね、うちの町、人口1万6000人ぐらいなんですけども、20人オーバーのですね方が集まったですねイベントになってまして、人口比率からしたら結構なかなか頑張ったんじゃないかなと思ってます。でこの中でですね、石川はじめさんがですね素敵な遊びを教えていただいた、緊張しますよね、素敵な遊びを教えていただいたんですね。自走写真というやつですね。この自走写真なんですけど、おしゃれで素敵でなんかセンチメンタルになる、そんな写真にですね私心を揺さぶられました。このなんていうんでしょうかね、映り込む指までがですねアートに感じたんですよ。もうすごいドキドキしてですね、もういても立ってもいられなくなったんですね。でそこでですね、これこういうふうに感じたんです。私、自走写真は地域の歴史さんをですね視覚的にアーカイブする良い手法だなと。おしゃれだし、なんかハイセンスな感じしますよね。いい手法だなと思いました。でさらにですね、この人心一新のですね二次会でですね、古写真というのはですね学術的にもなまら重要なんだよということをですねひたすら言われ続けたんですよ。ああなるほど、そうなんだなと。どん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 気分が高まっていきます。二次会、酒も入ってますからね。で、いても立ってもいられずですね翌日に立ち上げました。爆速って言われるんですね、うち。これでですね、記録の記憶というものを立ち上げしていきました。で次、アーカイブするわけ、なんでアーカイブしているのか。実はですね、私歴史全く興味ありませんでした。興味なかった私がなんでこういうアーカイブという活動を始めたかというとですね、実はですねばっちゃんがボケたんですよ。すごく私ばあちゃん子でですね、そのなんて言うんでしょうね、とてもですねこの地方にあったばあちゃんを見てたらなんか急にドキドキしてきたんですね。ばあちゃんの記憶がですねその彼女の中からですね日々喪失されていくのが日に日に分かっていったんですよ。ちっちゃい頃からですね、本当にばあちゃんから聞く昔話、ばあちゃんの若い頃戦争時代の話、内地から、北海道では本州のこと内地って言うんで、内地からですね、嫁いできた時にですねどういう状況だったのか、そういう話をすごい聞くのが大好きだったんですけど、地方になっていってですねこういうばあちゃんからの話を聞けないとなんか感じたらですね、ばあちゃんだけじゃない、こういうことっていうのは、町高齢化進んでいってますんで、もう誰でも言えるんだなと、そういうことを私考え出してですね、これはもう町をアーカイブしなければならないんじゃないかと、そういうような考えになってきました。そこでですね、ハーモリという団体立ち上げました。本来ですね、実はオープンデータの取り組みもやってますんで、オープンデータのメインという形には実際になってたんですけど、今はですね、もう地域の歴史情報をアーカイブする取り組みを主に行っている団体という話を今しています。で、この団体立ち上げてですね、まず何やったかというとですね、ウィキペディアターム、歴史情報を根拠をもとにですね、アーカイブしていきましょうというようなものですよね。ウィキペディアタームやって、で、OSM、地図も残していかなきゃならないということで、OSM も始めました。でさらにですね、ウィキペディアタームをやって、って言ってですね、そこで、得た情報だとかをですね、ウィキ調子というですね、地域の歴史情報をですね、横軸で、横串でですね、表示できるこういうアプリをですね、メンバーの方と作ったりとかですね、ローカルウィキ、これはですね、室蘭にたまたま遊びに行った時にですね、室蘭さんってローカルウィキすごく盛んなところで、あ、これはいいものだなと。ウィキペディアってどうしてもですね、根拠がなきゃダメなんで、口伝情報ですよね、面白いものは。どちらかというと。なので、ローカルウィキでですね、そういう口伝情報を書くように今しています。で、こういうですね、活動をやっていったおかげで、今ここにいることができるんですね、僕は。で、活動を通じてですね、すごく面白いことが実はあったんです。何かというとですね、ウィキペディアタウンがですね、地元紙に掲載されたんですよ。すごく喜ばしいことで嬉しくてですね、ああ、ついに新聞に載るようなですね、活動ができたんだなとかって思ってたらですね、新聞に載ったことがですね、いいことじゃなくて、実はですね、
突然職場にじいちゃん登場してきたんです。謎のじいさんです。山形いるかみたいな感じで忘れちゃうんですね。あ、どうしたんだろうこのおじいさん、俺何かしたのかなとかって思いながらですね、どうされましたかっていう話をしたらですね、お前たち、あ、ずんどん面白いことやってんなみたいな感じで来たんですね。インターネットだか何だか分かんねえけども、わしの持ってる写真とかの思い出とかわし死んだら捨てられてもかも分かんねえから、あの、いらんねえから、いるなら蹴るだおめえみたいな感じでですね、まあ、あの、簡単に言うとですね、お前たち面白いことやってるからわしの持ってる写真とかあげるよということを言ってくれたんですけど、ここでですね、ちょっと注目すべき言葉があったんですね。わしが死んだら捨てられるかも。これで私確信しました。いつの時代もですね、記録というのは残されているんですよね。いつの時代も残されているんです。しかしですね、それは喪失される運命である。なぜかというならば、その方が亡くなった場合だとか、まあ、遺品整理だとかで捨てられてしまう、燃やされてしまう、そういう可能性っていうのは実際はらんでるんですよね。先ほどのおじいさんの話もそうです。捨てられてしまう可能性がある。でもですね、人は自分が残した記録、これをですね、記憶され続けることをですね、求めていると。私ここでそう感じました。はい、最後ですね、記録と記憶の共有化。あの、どうやって残していくか、まあ、ただの活動だけでは終わらせない。あの、どういうサーバーに置いたらいいのかなとか、いろんなことやっぱ考え出すんですよね。そこでですね、私ですね、昔はいかにして情報を後世に伝えてきたのか、この方法についてちょっと考えてきました。昔はですね、昔話だとか伝説だとか世間話、噂話、まあ、そういう手法を使ったりだとかですね、あと演劇、踊り、歌、まあ、そういうもので皆さん、後世にですね、昔の話というものを伝えてきた、そういうふうに思うんですね。まあ、当然紙もありますけども、こういうものでですね、伝えてきた。で、これらにはですね、実は共通点がある。その共通点とは何か。共有なんですね。昔話だとか、まあ、歌も踊りも全部そうなんですけど、人々はそういうものを共有することでですね、後世に残してきてたんですよ。一子相伝ではないですよね。みんなに共有したから、みんながそういうことをやって残ることができた、そういうものってたくさんあると思います。人々はですね、本質的にその時の出来事だとか、その時の感情、そういうものをですね、共有することで後世に残してきた、私はそういうふうに考えています。で、現代もですね、記録をオープンに、記録をオープンにですよね。で、共有するとですね、記憶がつながっていくと、そういうふうに考えています。で、私、あの、ハウモリでですね、オープンデータの活動をやってますんで、あの、まあ、こういう情報っていうのは、さっきの歴史の情報だとか、まあ、写真もそうなんですけど、オープンデータにしていくのが一番いいんじゃないかなと考えていますが、機械的な情報じゃないですね、感情が入り込んだオープンデータ。今のオープンデータっていうのは、あの、どうしてもですね、なんて言うんでしょうね、蓄積されたデータだとかを、まあ、残しながらですね、それを、まあ、オープンにして、いろんなものに利用しましょうぜ。そういうふうな考え方が多いと思います。まあ、当然それはそれでいいと思うんですけども、私が、あの、地域をアーカイブする上では、機械的な情報だけじゃなくて、こういう感情が入り込んだものをですね、オープンデータにしていく。それがいいんじゃないかなと考えています。で、これ受け売りなんですけど、古写真はですね、過去からの SNS なんじゃないかと。写真にはいろんなものが含まれているんで、人のまあつながりだとか、そういうものも全部つながってる、表現されてるんですよね。だから写真は過去からの SNS なんじゃないかと、そういうふうにですね、考えています。こういうのをオープンにして残していくことこそですね、地域のアーカイブだと。私は今そういうふうに考えてですね、この活動を進めていっています。セルフアーカイブからシェアリングアーカイブ、
今までは、自分のですね、家で何て言うんでしょうね、アルバムだとかに残したりだとか日記をつけたりだとかそういうことをやってきたと思うんですけども、これからはですね、まあ、私個人的な考えですけど、うちのばあさんの情報、うちのばあさんが考えてた考え方だとか、資産だとかそういうものもですね、本当にシェアしてですね、後世に残していきたい。やっぱ彼女ら戦後いろいろですね、大変な時期を過ごしてきてですね、さまざまなやっぱ考え方、さまざまな情報を持っています。そういうものをですね、アーカイブして残していかなければならないと、そういうふうに今考えています。心をですね、揺さぶるオープンデータ、こういう活動をですね、今皆さんと一緒にやっていけないかなと考えています。あなたが忘れてしまったあなたの記憶、僕はそれを世界と記憶したい。これをですね、今スローガンに頑張っていってますので、皆さんですね、何か機会があれば我々と一緒に、アーカイブする活動をやっていってくれないかなと思っています。本日、すいません、もう一つありました。ですね、本当はですよ、ここでいつもならふるさと納税お願いしますって言って笑い取るんですけど、今日は違うんですよ。ですね、今日自治体職員らしいことをちょっと言ってなかったんで、ちょっと自治体っぽいことをお話ししていくんですけど、行政にはですね、実は多くの古写真が埋蔵されていることが発覚しました。私ですね、こういう古写真の活動を出たらですね、どんな写真あるのかなと思って役所の中いっぱい探したらですね、すごい量あるんですね。もう引き出しやらもうファイルやら古写真の宝庫なんですよ。で、この古写真ですね、やっぱ利用していかなきゃならないなと考えました。自治体こそですね、歴史資産や古写真をオープンにすべきだと。ただですね、私も含めてなんですけど、自治体職員というのはリスクなんて大嫌いなんです。まあそれはね、しょうがないですよね。皆さんの資産だとかいろいろな守らなければならないものもたくさんありますんで、リスクが大嫌いなんですね。そこでですね、こういうのを作りました。地方公共団体と取り組む自治体職員による、自治体職員のための地域アーカイブの進め、写真オープンデータ。何が書いてあるかというとですね、こういう写真だったらすぐオープンにしても大丈夫だよだとか、これはまずいからやめとけとか、自治体はですね、根拠があって言われるとですね、みんなめちゃくちゃ喜ぶんですよね。なので今ですね、こういうのを作ってですね、近日公開する予定で、作ってますので、ちなみにこれ今日もですね、ライトニングトーク飲み会って言ったらダメですよね。懇親会のですね、ライトニングトークでですね、ちょっとこの辺お話ししようかなと思ってましたので、聞いていただければなと思います。どうも皆さん、どうもありがとうございました。こんにちは、渡辺優です。今日実は午後首都大学東京で公開講義で全く同じ大学で話をしていたので新鮮味がなくて話の内容をかなり変えてやろうと思います。で、今日はお話しするのの一番の主役は今お見せしている広島アーカイブで、これは2011年に公開したものです。で、ご存知の方もちょっと多いんですけども、広島原爆投下についての資料を集めて、この時は右下にロゴが出てますけど、Google さんが作った地球を使って、その上に資料をマッピングした形で公開したものですね。で、2011年からいろいろと展開があって、これ僕、今お二人が発表した内容とシンクロするのでわざわざ飛ばして紹介するんですが、メモリーハンティングを Google Earth 上でやってたということですよね。1枚1枚の写真の撮影位置を Google Earth の上を例の すごいマウス、スペースナビゲーターで旅しながら、はめ込んでいくっていうのをやってました。途中からもう趣味の領域ですよね。頼まれてもいないのに150枚ぐらいの写真の撮影位置を判定して、それで重ねるっていうのをやっていました。で、これが今まで2011年から5年間でだいたい50万ページビューぐらいあります。180カ国の人にアクセスしてもらっているんですけど、ちょっとアクシデントがあってですね、この記事
2014年の12月に出た記事なんですけど、おいおいっていうようなニュースが伝わってきたわけですよね。あの Google Earth API やめるよんっていうふうに Google が言ってきて、どうすればいいのかって形になるわけですね。もちろんその JML でコンテンツを作っていったので、ここから JML ダウンロードして、あのお手元の Google Earth のクライアントソフトで見ておくれっていうような配布はできるんですけど、なんかスマートじゃないですよね。でどうすべかと思っていたら、まあ、福音のようにあのやってきてくれたのがこのソフトだったんです。セジウム、セジウムっていうもの好きじゃないので、セジウムっていう呼んでます。で最初はなんかあんまり気に入らなかったんです。あのダサい Google Earth みたいな感じがしてですね。でもなんか実装していったら意外や意外で、ちょっとあの現在のバージョンをお見せすると、まあ、今の部分すでに Google Earth にしにくいところですよね。あのスクリーンオーバーレイをだだね透明にするっていうのは難しいんですけど、まあ、ほぼ遜色ない出来になったわけです。まあ、1年ぐらいかけてあのじわじわあのセジウムの癖を見抜きながら作っていったんですけど、僕が一番移植してよかったなと思った例を一箇所見せましょう。今これある場所をズームしています。たくさん の, あの若い女性の顔が浮かんでいますよね。ということはここがどこだったかって皆さん大体イメージができる、まあ、女学校だったんです。で下を見るとガールズハイスクールって書いてある。この下の地図は、米軍が原爆投下前にすでに持っていた地図です。だから恐ろしい国相手に戦争したってことがよく分かりますよね。精密にもう広島の街を把握した上で原爆を投下したわけですね。そう、セジウムにして一番良かった理由、まあ、今のも Google Earth でできなくはないんですけど、現在の空中写真と重ねたり、そしてこれが一番良かったんです。焼け跡の航空写真、これは地理インタイルを使っています。あの Google Earth に地理インタイルを重ねると難しいんです。やれなくはないんでしょうけど素直にはできない。でセジウムはデフォルトであの TMS とかいろいろなあの地図の形式をサポートしているので、オープンな地図リソースであれば全部無理なく重ねることができると。で僕あのこの時にこう啓示を受けたけど大きいんですけど、今まで僕が見ていたその Google さんの地球の世界との裏側というか横に僕の知らなかった広大なオープンな地図リソースの世界があるってことを今更知ったんですね。最初に FOS4G のこの東京で登壇したのが2012年かなんかで、その時は Google の世界しか知らなかったんです。 Google が作った地球の上にコンテンツを載せるっていう作り方しか知らなかった。でもセジウムがやってきたおかげで僕の知らなかったオープンな地図の世界が広がってるんだってことがよく分かった。これは本当に嬉しかったことなんですね。でクリエイターとしての僕の姿勢も多分この時に結構変化をしました。でそれが現れているのが多分これは、2015年に発表したものですね。あの沖縄タイムズさんとコラボしたものなんですけど、 GIS 沖縄研究室っていうあの研究所が沖縄にあります。そこ の, あの、まあ、ややこしいんですけど渡辺先生という方と、コラボしたんですが、沖縄で、こういう過去の航空写真を、スティッチして、タイルデータを配信したいっていうことを地道にやられてる方なんですね。でその方と一緒に、沖縄戦の経過を再現するっていうのをやりました。で先ほどの広島アーカイブとは違うことができます。人が動いてますよね。右下に時間経過が出ていて、1945年の3月から6月までの間に人々がどう動いたかってことが再現されています。データを集めたのは沖縄タイムズさんで、僕はそれをビジュアライゼーションしたんですけど、まず Google Earth だとこれできない、できなくはないんですけど細切れのアニメーションを、辿っていく感じになりますよね。でセジウムはキーフレーム的に時間を飛ばしをしていて人々がいるとその間は埋めてくれるので、こういう表現が無理なくできる。何より GIS 沖縄研究室さんが持っていた貴重な資料ですね、それを、重層してこう多面的に過去を読み解いていくことができるようになったわけです。これはとても大きかった。でもう一つはさっきあのクリエイターとしての僕の姿勢が変わったっていう話をしたんですけど、今まで扱わなかったデータを載せるようになりました。これ白いアイコンと赤いアイコンが徐々に増えてますが、戦没者の方の
データです。どこで誰が死んだかっていうデータを沖縄県は持ってるんですが、そのうち一部を提供してもらって重ねました。白が男性で赤が女性です。女性来たばっかりですよね。だからその背景に何があるのかっていうことはここには示してないんですけども、そこで例えば興味を持ってくださった人がなぜそんな状況だったのかっていうのを辿ってくれるといいなと思うんですが、さっきの広島アーカイブでは生きている人のデータしか載っていなかったっていうことを振り返っていただきたいです。だから僕が今まで見ていたデジタルアーカイブ、自分の作ったデジタルアーカイブは生き延びた人々の世界だけを見ていた。でも例えばここで南端に逃れていく人たちの周囲にどんどん墓標が増えていくわけですよね。つまりどういう状況下を逃げ延びていったのかっていうことも伝えなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思い始めたわけです。で、最新作をちょっとご紹介すると、なぜか新聞社とのコラボが多いんですよね。今回は岩手日報さんとコラボレーションして、もうそのものズバリのタイトルで今年の新聞協会賞をいただいた作品ですが、さっきの沖縄戦のアーカイブは生きてる方のデータと亡くなった方のデータが同居してました。これは死んだ人のデータしか載っていません。地震が起きて津波が到達するまでに人々がどう動いたかっていうデータをもとに行動を再現したものです。で、陸前高田だと今見ているこの場所、たくさんの人が集まってますね。ここは市民体感だったんです。だから避難所に指定されていて、たくさんの方がそこに逃げ込んだわけですね。でも皆さん亡くなってしまったっていうことが分かる。自治体職員の方もデータもあります。クリックをすると、その方の、この方は匿名ですね、お名前と肩書きと、どういう行動を取ったのかっていうこともできます。で、これもやっぱりセジムじゃできないですね。アニメーション表現とか、あと今一番上に載ってるのは今日いらしてるか分かんないですけど、国土地理の藤村さんに教えていただいた震災直後の航空写真のオルソのタイルデータですね。こういうのも Google Earth ではできない表現ですし、さらに健在だった頃の街の航空写真を見ることができる。津波がもたらしたものが何なのかっていうことを誰でも把握することができますよね。で、まあこれ紹介するの忘れてましたが、オープンストリートマップも当然見れます。で、今見ていただいたような経過の中でコンテンツに対する僕のこう考え方も変わっていったっていう話をしましたよね。で、何より大きかったのはこのセジウムの中の人が気に入ってくれたってことですよね。これセジウムのショーケースで広島アーカイブを取り上げてくれてるんですけど、少なくとも、Google Earth の頃は Google の中の人にリーチする手段って、なんかあんまりなかったですよね。講演会にお呼びしてその場でお話をするとか、あるいはあちらが僕らの知らないプロセスでコンテンツをピックしてショーケースに載せるって形だったんですけど、これはツイッターでこんなの作ったよって書いたらいいねって言って、1週間後ぐらい後にはショーケースに載っていました。これがなんかオープンソースであることと僕の中で重なり合ってるんですね。 Google Earth のソフトはコンパイルされてるのでなんか見れないんですけど、セジウムは、これ見てもしょうがないんですがこれは圧縮された JavaScript なんで意味がないんですけど、全て JavaScript で書かれているので地球の中に手を入れることができる。 Google Earth は、誰か知らない人が作った超絶的な地球ですよね。で、僕らはその地球の中に手を突っ込むことができる。 Google に就職すれば別ですけど、でもセジウムはソースコードが公開されてるから自分自身でこの地球の中に入っていってカスタマイズしたりすることもできる。一回もプルリクエストを出したことがないですがデバッグ報告、バグの報告ぐらいができるわけですよね。で、僕の知っている地球、僕が実際に触れることができる地球にコンテンツを載せられるっていう感じ方に変わったわけです。で、それが気を良くしてですね、僕が今年やってきたんですけど、ちょっといろんな意味でチャレンジングなことをやっていました。POS4GMA が開かれたんですね、ノースカロライナだったと思うんですけど、そこで広島アーカイブを展示するっていうことをやってみました。もちろん普通にサブミットしてアクセプトされたんですよ。無理やり押しかけて
でやっぱり最初はねちょっとビクビクしてたんですね。当事者の国だからです。原爆を投下した国と、投下された国で世界で一番核兵器を持っている国と、核廃絶を訴えている国、最近そうじゃないところも見えますがこの国が。でどんな感じかなと思ってたんですが、さっきのセジウムチームがすごく協力的でブースを貸してくれたんですね。左上にセジウムのロゴがちょっと出ていて広島アカデミスです。これは伊能社長の田村さんですね。セジウムチームが、自分のところの代表コンテンツとして紹介してくれて、なおかつツイッターでもアピールしてくれた。そして一番僕がビクビクしていた参加者からのコメントはとても好評だったんです。すっごく嬉しかったですよね。一人ぐらいいらっしゃるかと思ってたんです。イデオロギー的なことを書く方がね、でもいなかった。だから僕のプレゼンテーションの態度にもどこかの誰かが作った地球を借りてるっていう、なんかこう引き越しの姿勢がなくなって地球の中まで知ってて、その上で自信を持ってご覧くださいっていうのを僕も買われたような気がするんです。まあ、それが現れてこういう評価を得られたのかなっていうふうに思っています。でこの後どん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 こう調子を上げていってですね、今年一番皆さんに紹介したかったのはこれです。日本とアメリカの高校生を、招待してアメリカで平和会議を開くっていうお題でクラウドファンディングをスタートしました。で最終的に205万円集まったんですが、集まってもらった子どもたちは、国連で広島アーカイブを活用しながら被爆者の話を聞いたり、あるいは、今後私たちに何ができるかっていうふうに、アーカイブを使いながら議論するっていうことをやってもらったわけですね。でこの中でも何も出なかったわけです。つまりテクノロジーが面白いっていう切り口で参加してくれた子たちなんですよね。実際にアーカイブを使って、おそらくは初めて見る広島の原爆の資料を閲覧するっていう好奇心からスタートしているから、こう政治的なコメントをこう述べようっていう話にならないわけです。でも、今日は一番最後に紹介しようと思ったエピソードはこちら で、右側はサーロー節子さんというカナダにお住まいの被爆者の方です。で左側は今回参加してくれた高校生で、中国系の生徒さんですね。被爆者講話が終わった後にこの生徒さんが手を挙げて、大変悲しいお話をありがとう、でもあなたの国は戦争中に私の国にひどいことをしたと私は教わっています。でその2つの出来事をどう関係づければいいんでしょうかというふうに泣きながら質問したんです。で、サーローさんは非常にやっぱりこう徳のある方というか、まず最初に過去に私の国がしたことは謝りますと言ってくださって、でもその後一番大事なのは私やあなたのような普通の人たちが突然被爆者や、被害者になってしまうのが戦争だと、それが戦争の本質なんだよっていうお話をしてくださって、その後ずっと隣に座って話をしてました。僕が最初にビクビクしていたアメリカと日本のイデオロギーの対決っていうのは現れなかったんですけど、思わぬところで不意打ちを食らった。でも本人同士が会話をしてみるとちゃんと落着するわけですね。で、これオチがあって広島アーカイブに今年から閲覧した人がメッセージを投稿できる機能をつけたんですね。画面の中の資料を選んでそこに、自分のコメントを書くことができる。その時に自分がどこにいる人かっていうのを添えると地面にラインが引かれるっていう機能です。で先ほど見ていただいていたサーロー節子さんはここにいらっしゃるんですね。若い頃随分、まあ、今も美人なんですけど随分お美しい方なんですが、さっきのワークショップが終わった後に帰ってみると一通のメッセージが届いていて、ニューヨークから Thank you for apologizing to the nations that the Imperial Japan had had、 だから大日本帝国がしたことをお詫びしてくれてありがとう、そしてあなたのストーリーは私の心を打って日本に対する歴史認識が変わりましたって書いてある。さっきの子が多分対面では言えなかったかもしれないですよね。高校生と被爆者の方で度胸もいったと思うんです。でも家に帰ってやっぱり思い立って、
マップ上で71年前の沢田オセスコさんを見つけて、そこにお礼の手紙を書くっていう、本当に素晴らしいお家が待ってたんです。やっててよかったなと思った瞬間ですよね。で、まあ、最初のフォス 4G っていう話を無理やり展開しているような気がしなくもないんですけど、やっぱり僕がそのヤオラアメリカに乗り込んでいって、国連で日米平和会議をやろうと思ったのも、コンテンツが全て自分の手の内に入ってるからっていう自信がそうさせてくれたと思いますし、何よりこうセジウムの開発者の人たちがこう全面的に支援をしてくれたり、オープンな地図リソースや世界中のオープンソース開発者の人たちが後押しをしてくれてるっていう実感を得ることができたから、成功に導いてたんじゃないかなと思っています。だから今日は皆さんにお礼を言いに来ました。本当にありがとうございました。じゃあ以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。最初は皆さんにですね、実際に、アーカイブの活動、あるいは作品を作られて今されてると思いますけども、今作っていろいろ作って活動されてみて、実際ぶっちゃけこういうところ困ってるんだよね、この困ってるっていうのもいろいろな次元あると思うんですけども、例えばそのインターフェースみたいなそのシステム上の問題ももちろんそうですし、お金の問題もそうでしょうし、例えば参加者の多様性とかですね、いろいろ要素としてはあり得るんじゃないかなと思いますけども、もしその困ってること、とか直面している課題みたいなものがですね、もしあれば聞かせていただければと思いますけども、そうしたらじゃあ北本先生からお伝えしたいと思います。あんまり面白い答えじゃないんですけど、いや写真をこうアップロードしてもらうっていうのは究極的には写真共有サイトを作ることになってしまうので、それをちゃんとしようとするとこれ個人で絶対無理だなというのが結構悩ましいところです。で例えばその誰でもアップロードできるっていうと、変な写真アップロードされたらどうなるのとかですね、それをたくさんアップロードされたらちょっと基盤もちゃんと作らなきゃいけないとか、なんかちゃんとやろうとするとどんどん大変になって個人ではできない範囲になってしまうところが非常に悩ましい。ちょっとしたイベントを使うくらいだったら、それなりに作れば大丈夫なんですけど、本当にちゃんとやろうとすると、ここのサービス、会社のサービスを使って、オープンソースで楽しむっていうレベルをちょっと超えてしまうのかなというのがちょっと悩ましい。はい、ありがとうございます。では、続けて。はい。何が大変かというとですね、この活動を誰が続けるのかというところなんですよね。正直言うとすでにですね、マンパワーになっていってしまっているというか、賛同者皆さんがやっぱ聞いていただいて、すごくいいね、いいよねって言っていただけるんですけど、いいよねで終わってしまうんですよ。そこをですね、いかに今後どうやって賛同者を増やしてこの活動を未来につなげていくのかっていうところがすごく喫緊の課題かなと今考えていますね。はい、あ、大丈夫です。困っていることはですね、なんかこう悲劇の人みたいに思われている多分僕自身は、平和活動家ではないんですよね。なんか不思議とその長崎赤湯以来原爆だったり震災だったりっていうことで仕事の依頼を受けることが多くて、僕がそういうのを追いまくってるわけではないんですけど、でもそれってうちの研究室の学生たちが多分一番影響を受けてしまうというか、渡辺健だからちょっとこうシリアスなテーマをやるんじゃないのみたいなイメージがついちゃってるかもしれない。僕今日紹介しなかったんですけど、人工衛星のアーカイブとかこうワクワクするようなものも作ってるんですけど、なんかそういうのがあんま目立たないんですだから、メディアに取り上げられるのはいいんだけれど、それがもしかしたら分かりやすいタグ付けになってしまうところですね、クリエイターに対する。だから今日はお二人が取り組んでいらっしゃるところにもそれぞれこう重要なことでシリアスなことなんですけど、特に作ってる人がそういうことにこう深く意欲を持ってるかどうかっていうこととは無関係に、そういうタイプの人に思われてしまうっていうのが現状の課題かもしれないですね。ありがとうございます。それに関してもうちょっと掘り下げていきたいと思うんですけども、で一方でですね、ツイッターでも
あのご意見というかですね、ご質問いただいていて、でこれ多分その今お三方の、ご発言というかですね、あのディスカッションの中でちょっと出てきたと思いますけれども、その、まあ、コンテンツがシェアしてですね、残すっていう、あの山本さんの発表で特にですね強調されてた問題、あの課題だと思いますけど、これはまああの今日、会場でお伺いしてた人にとっての多くの人は、まあ、すごいいいことだ、まあ、活動としてですね、というふうに思われる。ただ一方でその共有することによって例えばこう変わってしまう、変質してしまう、まあ、いい意味でも悪い意味でも両方あると思うんですけど、変質してしまうということがあると思うんですけれども、まあ、よしあしじゃなくてどうやってそういった、まあ、事象というべきなのか、そういった、まあ内容について今後どうやって付き合っていく、まあ、それはこう何でしょうね、いろいろな、まあ、ディスカッションを重ねていくというところもあるでしょうし、まあ、活動をどうやって重ねていけばいいかというところもしお考えがあれば、渡辺先生が、まあ、あのお話しできる方からぜひお願いしたいと思いますが、あ多分あの重要な問いだと思うんですけど、一昨日ぐらいに広島会議、今日紹介しなかったんですが AR のアプリを、バージョンアップして公開したら、あのアップストアのコメントで、不謹慎とか、ポケモン GO のパクリって、それ俺の方が古いんだけどみたいなコメントがついてて、でもその2011年の世相に比べると、あの平和活動だったり原爆の記憶っていう言葉について難癖がつきやすい風潮ではあるんですよね。でこれはあの共有したら、あのなんていう、穏やかに受け止めてくれるっていう前提で、まあ、3人ともプレゼンをしたんですけど、特にこの国の今の風潮がそうではないことを示しているような、まあ、遠慮なくあの消しましたけどね、そのレビューは。でも、うん、アーカイブは多分永続的に続くことを前提にしているはずで、最初に後悔した時と世の中の状況が変わってしまった時に、こう時間を超えてよくわからない批判が集まることはありえますよね。でそれについてはもしかしたら作り手は、対応は難しいとして意識しながら活動する必要があるのかなとは思います。山形さん、活動の経験を、正直言うとですね、私の町、みんな優しくてですね協力的なんですよ。やっぱこれってその都会と田舎の違いとかっていうのもあるのかなと思うんですけど、まあ、小さな町で私たちのような活動をするとですね、まずあいつ何やってるんだから始まるんですけど、そのあいつ何やってるんだが、あちょっといいことやってるっぽいぞから、で最終的にはですね、あじゃあ手伝ってやろうかっていう考え方に変わっていきやすいんですよね、田舎っていうのはね。まあ今そこの状況ですらちょっと次の人がいないっていう、先も言ったように問題は残ってるんですけど、ちょっとなので田舎ってなるとまた皆さんとは種が違ってくるっていうか、考え方が変わってくるのかなっていうと目も感じましたね、はい。一方でやっぱり顔の見える関係っていうところはすごく多分そういうところに効いてくるんでしょうね。そうですよね、得意じゃないけど田本先生。あのさっきのコメント出てたんですけど、永続性っていうのがアーカイブの重要だっていうのはもうそれに異論はないんですけども、あの誰が永続性的に持つのかってすごくあの私自身が悩んでいるところで、まあ例えばですね、あのいや死ぬ前にオープンかっていうのは実はあのこの写真だけじゃなくて研究データとかちょっと別の分野で話してる時もまたそういう話してて、先生が引退する前に自分の研究成果を出したいとかいろいろあるんですけど、預けられたと思うと、まあ、預けた方は安心しますよね。でも預けられた方はなんか勝手に消せないみたいな、なんかちょっとすごく責任がこうどん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 集まってくる。ですから引き受けたいんですけど、引き受けるってことはなんかそこは全部責任がここに集中してくるっていうような心配もあってですね、そこに至られるのかっていうのが、ですから預けたつもりに安心されるとの悩ましいところはあるんじゃないですか。今ので言うと本当にその特に広島アーカイブとか被爆者の方々ってあの
全力で預けてこられますよね。当たり前ですけど、その方がいなくなった後も渡辺さんに任せたっていう感じになられる。まあでも今でもちょっと安心してるというか、GitHub ってシェアはできるようにはできるので、つまり、まあ、今ここで僕にこう隕石が落ちて死んだとしても、レポジトリをクローンして世界中の誰かが運営することはできるんですね。あとは、まあ、GitHub ページで表示することはできるわけで、キューバの遺族性という話ですよ。その人が死んで数年間ぐらいは多分なんとかなりますよね。でも多分そこから先の話だと思うんですね。ちょっとうちもですね、実はそういう考え方があってですね、実は先ほどの記憶自体もですね、まあ、ちょっと今作ってる最中のものなので Azure 使ったりとかはするんですけど、まあ、GitHub に全部公開して、で各コンテンツって実はですね、自分のとこで持ってなくて全部まあローカルウィキに任せてたりとか、地図は OSM になってたりとか、で写真はですね、ちゃんとオープン化が今進んでいくと、まあ、ウィキメディアコモンズだとかそういうところに預けてしまって、もう全てアウトソースしているような状況なんですよね。先ほど申し上げてましたけど、本当にちゃんとしようとするとすごく大変で、そのデータはどうするんだろうっていう気持ちにやっぱ強くなっていくので、全部アウトソースするっていうのは心がけてますね、うちも。ありがとうございます。今日のやっぱりご発表でもこう、まずなんていうのシステムをこうクラウドにするっていうか、ベーシックな部分ももちろんそうし、そのアウトソース、それから、まあ、回転も含めて許可をすることによって広がっていくという側面があると思います。で、そういう意味ではやっぱりそのいくつかお話を聞いてきた中で解が少しずつ出てきているのかなと思いますけども、アーカイブにおいてデザインすごく大事で、デザインってやっぱり日本語的に聞いちゃうとこう GUI のかっこよさみたいなところがちょっとついちゃうんですけど、本来デザインっていうのは設計とかですね、そういった仕様の決めとかですね、そういったもうちょっと根本的な意味もあると思うので、やっぱりデザインの果たす役割って非常に大きい、以前と比べるとさらに大きくなってきてるし、それを使う、デザインが、まあ、デザインを使える、例えば GitHub とかですね、そういったアプリケーションツールが増えてきてると思いますけども、その3方、まあ、プロジェクトをやってきて特にこう気をつけてる、ね、デザインとして気をつけてる点がもし強調すべき点があればぜひ教えていただきたいと思いますが。そうですね、デザイン、やはりアプリ、モバイルアプリになってすごく実際の画面デザインというとか、まあ、インタラクションという意味では結構苦労しているところが多いんですけども、まあ、やはり、ね、なんでしょうね、概念化みたいなところがこう必要かなと思っている。つまりやってることはタップするとかそういうことなんですけど、それは一体何をしているのかっていうのがもうちょっと高いレベルでこう考えられないとなかなかこう理解しづらい経験になってしまうのかなと思います。ですからそこをどうやって抽象化するかっていうのを常に、まあ、やってるという、それを繰り返してどんどんこう分かりやすく、でもボタンをどこに配置するとかそういうレベルがなかなか難しい。私はですね、まあ、技術者でも何でもないただの公務員なので、で、まあ、なんでこういう取り組みか、こういう取り組みをみんなにどうやったら広められるかと思った時にですね、それこそデザインは設計とかよりも洒落てるかどうか、この取り組み自体が興味を持ってもらわなきゃまずならないので、そういうことがまず洒落た感じで見れてるかで、インターフェースだとかもおしゃれになってるか、そこからですね、多分今の人たちっていうのは始まるのかなっていうふうに、学術的じゃなくてですね、感情的に訴えかけてるのが、まあ、うちのアプローチなので、そういうところにはやはりかなり気をつけながらものを作っているというような状況ではありますね。ありがとうございます。多分社会デザインという意味です。渡辺です。はい、2つあって、1つは僕は建築出身だからなんですけど、工夫したところを隠すとかですね、
収まりって言うんですけど、まあ、この建物だとああいう継ぎ目のとことかを、あの裏に実はいろいろ工夫があるんです。あの目立たなくするために境界線、まあ、この建物は僕はあんまよくないと思いますモダニズムの傑作といわれる建築とかはあのピシッと隅っこが収まってたり、雨どいがなるべく目立たないようにしたりしてますよね。だから一番工夫を凝らしているところは見えないようにして、あの広島会が思い出していただくと、顔写真と写真のアイコンと地図しか出てないはずです。僕が手を下したところはボタンぐらいで、それはなるべく少なくすると、それがあの受け手の人の好みをに左右されないインターフェースになるということですよね。でもう一つはあの団地の専門家の大山健さんがブログで書いてくれたことなんですけど、さっきの永続性の話につながるんですが、過去の資料の楽しさを、今の時代に生きている人に伝えるようなデザインができるという。でそれが多分その昔の資料だから自分と関係ないという見方を避けて、こんなに面白いんだから未来に残さなきゃっていうモチベーションを社会の中に作ること、うん、それがとても重要かなと思いますね。あのもうすぐ映画が封切りされますけど、あれですね、この世界の片隅にっていう、ね、あの作者の方の原作とても好きなんですけど、このかつての時代、戦時中の日常ってこんなに面白かったんだっていうことが、なんかあの作品の高い評価ですね。あの戦争の評価だけじゃないんですよ、戦争記録としても、うん、なのでそう過去の資料を今の人たちがいかに楽しめるかっていう切り口でデザイン、それ UX かもしれません。ありがとうございます。そういう意味ではもちろん明確なテーマのキーワードというのはそれぞれのプロジェクトで設定されていると思うんですけども、違ったこう見方もできるように設計されているというのはすごく多分大きいんじゃないかなと思います。で、そういう意味でですね、結構残り時間も少なくなってきたので、少しあの会場に意見を開きたいというふうに思います。もしどなたか今の話を聞いてコメントされたい方いらっしゃるでしょうか。あ、じゃあお願いします。あ、すいません、あの面白い話ありがとうございます。預けたあのアーカイブを預けたつもりとか写真を預けたつもりっていうことで、ちょっと私ちょっと分かんない、小中高校生とよく関わることがあるんですけども、今のスマホ世代の考え方っていうのが、写真を撮った後にプライベートなものは Google フォトで、そのうちに公開したいものが Facebook っていう考え方になってるので、あまり皆様が渡辺先生だけは申し訳ないですけど、他の二方はその完全にその自分のものを扱ってるっていう考え方を逆にしないでいいのかなっていうことはありました。オープンデータっていう考え方がそうじゃないですか。もともと私たちはその素材を提供するから勝手にその後は展開してくださいよっていう考え方で、同じような考え方を持って構わないのかなと逆に思っています。であとは逆に例えばそういう考え方でいくと、お三方とも多分風景写真だと思うんですよね。だから、例えば Facebook とかに写真を上げると Facebook が勝手にその場所を判定する機能とかじゃないですか。ああいうのをうまく利用して、例えば写真、外部の写真、風景写真だっていう判定しない、できないものに対しては逆に受け付けないとか、そういうふうな機能を入れるっていう方で、制御をかけた方が楽しいものが出来上がるのではないかなと、見てて思いましたけれども、そこら辺の意見をいただければと思います。ありがとうございます。少しコメントありましたら、はい、お願いします。基本的にはもう全くその通りだと思います。で、要はそれをこのアプリの上で実現できるかどうかが問題なんであって、一般的に写真を Google フォトに預けるというのはまさにその通りです。じゃあ Google フォトから持ってきて今のアプリに持ってこれるのかってところが私の悩みであって、それがもし簡単に実現できるんであればもうそれで全く問題ないと思います。とにかくですアプリ側とそちら側のクラウド上の API がうまく設計できるかってところの問題だと。私もですね、実は先ほども言いましたけど、データ自体はそれこそオープンデータなので、いろんなところにまああってっていうような状況なんですね。で、写真とかも、自治体がちゃんと写真オープンデータを進められれば、自治体側にあると。
ちょっとまあ言ってることを相反するかもしれないですけど、私一応自治体職員なんで、自治体としてって考えた時にですね、その写真じゃどこに本当に置くんだとか、国が責任持って、まあ、国会図書館とかがずっと残し続けてくれるのかなとか、結構ですね悩ましい部分が実はオープンデータという運営でもあってですね、その辺が本当に今後まあ、社会としての課題になっていくんじゃないかなと考えています。僕は実は批判的で否定的で、愛着がなくなります。つまり、なんだろうな、さっきの広島アーカイブの場合はこうマッピングは今女子高生たちが、手作業でやっていて、でそれが送られてきたものをわざわざ僕が HTML から JSON にコンバートして載せてるんですけど、なぜか自動化する気がしなくて、そこをやったらなんか今まで積み上げてきた大事なものが失せてしまう気がするんですよね。多分地図上に顔を載せるっていうプロセスも、AI とかを併用すると簡単になるんですけど、昔の地図と今の地図を比較しながら、一生懸命場所を探して、さっきの北野先生の発表とまさに一緒ですよね。そのプロセスが人間にとっての貴重な学びにつながっているし、これって私が頑張ってマッピングしたんだよって言って友達に紹介するってもちろんにつながるんですよね。なんか正殿のビデオを読ましたら勝手にこう文字起こしをコンピューターがやってくれて、でその中で地名にこう該当するところにジオコーディングして載せるっていうのは自動化できるんですけど、なんかしちゃいけない気がするんですね。これはもしかしたらなんかオールドタイプ今の学生たちはもしかしたらその方がたくさんの被爆者の記憶を網羅できるからいいんじゃないですかっていうかもしれないですよね。なかなかここはでも北野先生でもきっと街中を歩いて到達するまでが本部というか、なんかそうです。実はそこで人間自分でそれをやる行為に価値があるので、うん、そこはまあ ですからその行為の部分とあとその取った後の継続性の部分はちょっと違うと思うんですけども、取る部分はまさに自動的にやったら何も面白くないっていうところはあります。うん、でそれはそういうむしろ、自分が その人にどういう行動をしてもらうかっていうところのデザインがある。ごめんなさい。結構悩ましいところも僕もあってですね、記録の記憶については手までが作品なんですよ。指、そうなんですよ。指が映ってるか映ってないかの違いが実はあってですね、ただそれこそマッピングパーティーだとかそういう写真を探しに行くのもいいんですけど、うちの町とかになるともう木が生えすぎて行けない場所があったりとかですね、もう到達ですね。そうなんですよ。結構悩ましいなと本当にいつも考えるんですよね。そういう時は Google Earth を代わりに使うんですよね。そういうところですよね。そういう代用はできますよね。機械的にっていうのもなんか排除せずにうちはちょっとやっていきたいかなと。確かに僕はさっき広島アーカイブでお見せした 空中から撮った写真、うん、あれって北本手法使えないんですよ。飛ばなきゃいけない。そういう時はだから今のところ一番再現度が高い Google さんの地球を使っていて、うん、飛ばなきゃいけないって言いますけど、河北新聞とかは実際に震災まで震災まで飛んで撮って、飛んで同じところに飛んで同じ写真撮りました。やる人はあるのでそれはできなくはないんですよ。飛行機飛ばせば上昇するわけですよね。今だったらバルーンとか上げてそういう、まあバルーンでもできるでしょうけど、河北シリピリオとかしたんですか。いや飛行機あすごい、ね、そこまでなんかやれるんだよな。もうそこはもう重いですけど、うん、あそういう意味ではこう物語的に完結する部分、そこから先にこうスケールする部分、両方あるから、実際今日の気象講演も出口さんおっしゃってたように、熊本地震の起こる前は起こるのやっぱり差分比較みたいなことが、それはそれですごく重要なコンテンツの一部になっています。で、もう一方ぐらい来たいなと思いつつもですね、実は時間を過ぎてしまっています。ので残りは懇親会にということであるんですけども、ただやっぱり最後にですね、一言これだけは私の立場から聞いておきたいと思います。で、
皆さんこれからもそういう意味では活動は続けていかれる、特に今日リリースされた先生もいらっしゃいますのでと思いますが、もっと、これから活動が進化していく、あるいは新しいプロジェクトを立ち上げるとかって今後あると思いますけれども、これからそういう活動を進めていく中で、特に今日、OS4G、OS 上のイベントなので、そのオープンソース GIS だったり、オープンソースに関して行われているコミュニティ活動、どちらでもいいです。技術でもいいし、コミュニティでもありますけれども、それにこれから期待することをぜひですね、一言ずつ締めとしてですね、おっしゃっていただければと思います。じゃあ、北野先生からよろしいでしょうか。ですね、私は、どっちかというとですね、例えば QGIS 丸ごと使うとかいうよりかは、小さいツールをたくさん使うっていうタイプなので、そういったなんか便利ツールがたくさんあるんですけど、やはり把握しきれないっていうところもあるので、そういういいソフトウェアをどうやって探すんだろうなっていう、それに別に解がないと思うんですけど、せっかくいいのがあるのに気づかないで使えないってもったいないので、そこをうまく発見できるようになればいいなと思います。ありがとうございます。ちょっと私はコミュニティの話なんですけど、今いろいろ行動法なんとか、ちゃんとか、X で、いっぱいできてきてるんですけど、うちもそうですし、さっきのこの記憶とかの取り組みもそうですけども、担い手ですよね。行動法 X の関係も、今は流行ってますけど、あと5年後存在してるかとか、そういうところってすごく重要なところで、担い手を今後いかにですね、オープンソースコミュニティの方ですけども作っていくか、興味を持ってもらうかというのは本当に今後ですね、一番重要になってくるのかなと考えています。ありがとうございます。幼稚園生が参加するフォスコージーコミュニティができないかなっていう、うちの息子 Google Glass 大好きなんですよ。見せてる方なんですけど、で今もボストンにしばらく滞在してたんですけど、ボストンね、探してね、見つけるんですよ、地球よりも。こことか。ただ、コーディングはまだできない。当たり前ですけど。でも、その、幼少の右利きから、FOS4G なんで、もう一個の地球をみんなで作ってるコミュニティで解釈していいと思うんですけど、そこに参加して、自分たちの身の回りの出来事とかを、こう、地球に置いていくような経験をできるような、そういう、こう環境やソフトウェアが現れると、なんか素敵な人類が育ちそうですよね。意外と地球小さいじゃんとか、意外と歴史って短いじゃんって思うような、そういう世代が育ってくるともっといい世界になる気がするので、低年齢化するといいですね。僕も瀬戸さんもなんかだんだん高齢化してる。FOS4G に関わってる人に10代いかない子たちがどんどん入ってくるといいですよね、と思います。ありがとうございます。この高齢化問題、非常に10年迎えましたけど、大きな課題を抱えています。いろいろ宿題もいただきましたし、逆にいろいろこれからもインタラクションとかですね、ぜひ交流を続けて、やっぱり必要な情報、僕らも分かっていること分かってないところもありますので、そういったお互いにできること、あるいは、こういう新しいツールがあるので、まさに紹介できる場、それを習得する場というのは OSGO だったり、FOS4G、こういったカウンセラーの場でもあると思いますので、今後ともぜひそういう意味でお付き合いいただきますようよろしくお願いします。ということで、時間がすみません、だいぶ超過をいたしましたけれども、これで特別セッションを終わりたいと思います。最後に改めて、今日お三方ですね、非常にお忙しい中、ご登壇いただきました、それを拍手を持って終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。